東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。もう五行と空間、東西南北中央と時間、春夏秋冬、あと春夏秋冬の間の18日間、これは土の時間ですね、との連動性、あと1日12時間、寝牛とらうっていう12支で表して12時間の関連性を話しましたんですけども、1年の中で考えると、春の時に自然の木ってどうなってるかっていうと、春の時はいわゆる成長の段階の生ですね、生まれてくるという木が主になってます。ですから木の木というのは中から外に出るという木ですので、生まれてくる成長の生を司るのはそれは木の木になります。生まれてきて、例えば植物の場合は葉っぱが出てきたり、芽が出てきたり、その春が出てきた後に夏の段階においては急成長していきますね。要は成長って、生って生まれてくるですから、長では伸びていくんです。だから夏の木ってのは伸び伸びして下から上に登っていくっていう木ですので、成長の長を司るのはこの夏のいわゆる夏の木です。秋の場合は自然の木、金の木を司る季節です。で、金の木ってのは降りてくるですね、上から下に降りてくる、沈んでくる、収縮していくという木になります。秋の木というのはその収穫の秋ですね、植物も実って、例えば果物の場合はリンゴはちゃんと熟していますし、稲もそうですし、大体万物の植物もそうですし、動物もそうですね、動物も肥えてきて狩猟する時期でもあります。狩猟する時期は春ではなくて必ず秋ですね。春の場合は生の時期ですので、赤ちゃん育つ、あるいは赤ちゃん生まれてくるための準備の段階ですので、だから春の季節にもし修行したりすると動物どん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 少なくなってきます。新しい小さい動物生まれてこなくなります。だから狩猟するのは基本的に秋やります。小動物ですね、もう生まれてきているわけですから、だからその時に母親の大きい動物の狩猟は許されるという時期であります。つまり秋の時に自然全体的に司っているのは金という木、収縮する、収納する、収穫する、そういった種という一文字で表すことができます。それに対して冬はどうなるかというと、冬は象ですね、蓄積していく、象で蔵って書きますけど、漢字で言うと風象です。封じ込めの風と象っていうのは、蔵です。要はその木っていうのは外から中に入っていくという状態になっています。例えば植物の場合はもうみんな枯れていきますので葉っぱも落ちてきます。もう動物の場合は冬眠に入ります。基本的に体動かないんですね。で、大地の場合は夏から秋にかけて太陽のエネルギー大地の中に蓄積していきます。で、その保温するために冬の時に大雪降ります。で、大雪降って布団の代わりに地面の上に厚い布団みたいな感じで大雪に覆われて、そうすると地球の中の熱温存されて蓄積されていきます。だから冬の木っていうのは基本的に水の木です。水ってつまり溜め込んでいく木になります。で、この生、長、秋、増、生長、生は木の木、長は花の木で、秋は金の木で、象は水の木です。じゃあ土の木は何ですかというと、土の木は花です。変化の花ですね。化けるという一つのプロセスからもう一つのプロセスに変わっていくという段階では、これ花、つまり土の期間です。春と夏の間の18日間、夏と秋の間、秋と冬の間、冬と春の間の18日間ずつ、これは土の木を司る時期です。で、その時は一つの木から別の木に変わっていくというプロセス、これは化というプロセスですね。で、これは土の木に対応します。
だから万物の成長変化修造と5つのプロセス必ず得ますので、これ人間でいうとまず成長がありますね、体の変化があります。で成長ある段階になったらもう老衰していきます。で最後を死んでいきます。で必ず成長変化修造この5つの段階得るわけです。これは人間だけではなくて植物もまさにそうですね。植物春の時に伸びて出てきます、急成長していきます。で実っていきます、枯れていきます。この一連の変化っていうのはこれは化けるというキーです。成長から最後終わるまでこのサイクル必ずこの5つの段階いるわけです。で会社作る時もそうですね。会社作る時にまず最初は会社立ち上げ作る、これは木の段階ですね。で木の段階からある程度下積みにして急成長していきます。で急成長してある段階に来たら安定期に入ります。安定期に入ってからその後急落にしたりするパターンが多いです。ほとんどの場合ね、急落してで最後会社潰れていきます。ほとんどの会社はそうですね。会社作って10年以上持つという会社って大体割合としてはもうわずか数パーセントしかないんです。90何パーセント以上の会社では10年以上の命を持たないですね。大体皆さんこの成長修造という段階を得て終わりにします。10年以上の寿命を持っている会社でもみんなこの成長修造というサイクルを何回も得てどん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 成長しているわけです。ある程度急成長してピークになったら落ち込んでまだ別の策考えて戦略変えて生き延びてまた成長していきます。このサイクルをずっと繰り返していきますね。で株価市場を見る時もそうですね。最初少しずつ上がってきて急成長に向かって、でその後暴落して、で暴落して終わるじゃなくて、でその後しばらく沈んだ後にまた次のサイクルに入っていきます。この木の五行の動きのパターンをちゃんと熟知していれば人間関係もそうですし経済もそうですし政治もそうですし、みんな同じ性質持ってますので、そうすると予測することもできます。今目の前に起きていることは木のどの状態であるかってはっきり意識することができれば、それに逆らってやることはしないです。それ逆らってやることしないだとすると物事をうまく運ぶことができます。もしそれに逆らってやるだとしたら、これはとんでもない結末に向かっていきますね。例えばさっきの狩猟の例で話しますと、春の時にもし動物をたくさん殺したりすると当然赤ちゃん生まれてこないわけですから、そうするとその動物どん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 絶滅に追い込まれてしまいます。だから春の時には基本的に動物を殺したりはしない、秋の時には狩猟したしていいですね。そうすると動物の種のある程度のバランス保つことができます。この五行の関係ちょっと見極めるというこの一つの例を挙げますと、例えば会社作るという初期段階、これは木の段階です。でその後急成長してブレイクしていきます。これは火の段階です。で名声も上がってきますしお金も儲かります。もしこの時にお金がバンバン入ってきてちゃんと準備して備えことしないだとしたら、まあバンバン稼いだお金でバンバン使ってしまうということであれば、その火の後に相対的に安定する時期が入ります。ずっと急成長しているわけではないですから、一瞬でも必ず止まっていく時期があります。止まった後にどうなるかというと、もう一回成長していくっていうこと、ほとんどの人はそれを勘違いしますけども、でも例外なく止まった後に例外なく下がっていきます。つまり金の段階に入ります。だからその止まっている時にちゃんと体力をつけないと、この金の下がっている時にとんでもない結末になります。ほとんどの会社、多くの会社っていうのは業績すごくいいのに潰れてしまう、破産してしまうという事例過去たくさんあります。なぜかというと急成長してお金がどんどん入ってきた時にバンバン使ってしまいますね。ちゃんと次の金の段階ですね、金の段階下がっていく時の時期をちゃんと備えることはできてないんです。で逆に
ちゃんとその備えることができるようであれば、ちゃんと金の下がっていく時期をちゃんと乗り越えることができます。で、乗り越えることができれば、次の水の段階ですね、水の段階、つまり収縮している段階、ちゃんとお金貯め込んでいく、体力をつけます。で、そうすると次の発展のために、人も物も金もちゃんと準備して運用することができますから、次の機会チャンスを待って次の成長段階に入ること、次のサイクルに無事に迎えることができます。で、もし最初のサイクルでちゃんと備えることができないでしたら、あの、かの時に、あ、調子が乗ってきたっていう、じゃあ、バムお金使います。急成長して伸びてる会社、まあ、いきなり、まあ、破産に追い込まれ、地獄に追い込まれてしまうという、こういうふうに見てみると、かの段階、非常にうまくいってる、急成長してる、世の中に話題になっているっていうのは、必ずしもいいことではないんですね。別にいい悪いっていう、そういう意味をもともと持ってないです。じゃあ自分をどういうふうに解釈するか。じゃあ、かの段階の後に必ず金の段階が来るっていうことを、もし分かっていれば、そんなに調子の乗ったりするということ、自分の丈に合わないことをしたりすることはしないんです。まあ、大体の人っても若いっていうか、そんなに経験してない、知恵もそんなに高くないわけですから、特にこの五行の生活関係もちゃんと理解して知識を持ってないだとしたら、もうその時自分を見失ってしまいますね。見失ってしまって、あの、変に行動したり、自然の摂理に反して行動したりします。そうすると会社が調子いいのに会社潰れてしまうっていうこと、まあ過去において今現在もそうなんですけども、たくさんそういう例が我々の周りに起きているわけです。